クロサギファン必見。平野紫耀が挑む新作映画、クロさん謝罪の舞台裏とは一体何かこの映画は2025年に初公開される予定です。2025年、映画業界における注目のプロジェクトが進行中で、その中心的なキーマンが一躍話題を集めています。驚くべきことに、その中心にいるのは、予想だにしない人物、平野紫耀さんなのです。その唯一無二の演技力は、 業界内でもトップクラスとされ、今後の映画シーンに大きなインパクトを与えることが期待されています。過去のクロサギの成功を振り返れば、山下智久さんの印象的な主演が記憶に新しいことでしょう。その続編では、なんと、20年前にキムタクが出演したことが続編の条件となっていたことは、映画ファンにとっては懐かしいエピソードです。平野紫洋さんは、そんな歴史的な流れの中で新たな一歩を踏み出すことになりました。 しかし、単なる映画主演に止まらず、平野紫耀さんのキャリアは多様性と豊かさを求められるものとなりました。彼が演じる役柄や映画のジャンルは単調なものになることはありません。この映画主演プロジェクトを通じて、平野紫耀さんは自身の演技力を新しい高みに押し上げ、観客に多様なエンターテインメント体験を提供することでしょう。これには、クロサギの成功を考える上での興味深い裏話も含まれます。 原案者の黒さんが山下智久さんに謝罪し、今後同様の事態が起こらないことを誓ったエピソードは、裏舞台での人間模様を浮き彫りにしています。そして、現在進行中の NHK の正直不動産シーズン2も、その評判が良いことで知られています。新シーズンでは、黒詐欺時代の仲間たちが登場し、山下智久さんの芸風や人柄を称賛しています。大地マーさんや山津富さん、 さらに、早山 P の元ニュースの3人が共演し、青春時代を振り返る場面もあるそうです。これはファンにとっては嬉しいサプライズでしょう。また、平野紫潮君はこれまでのドラマや映画全てで主演を果たしており、その演技力には定評があります。しかし、ファンは単なる主演だけでなく、彼の挑戦心や多彩な才能にも期待しています。 平野くんが刀を抜く動画が話題になっていますが、これが映画の一条面ならばますます楽しみですね。彼の演技には魅力があり、それをさらに引き立てるような作品に挑戦してほしいという期待が寄せられています。観客は、平野紫耀くんの新たな一面や演技の可能性に期待を寄せ、これからの彼の活躍がますます楽しみになることでしょう。彼の謙虚でありながらも情熱的な姿勢は、 映画業界に新しい風を吹き込むことになりそうです。